旧駅舎冬の駅舎宇前高松駅は山形県佐賀市大畑役座橋の目にある東日本旅客鉄道アテラザー線の駅である。かつては山形交通3山線が接続していた。1922年に左沢京弁線の途中駅として開業するが4年後の1926年には早くも宮山電気鉄道が当駅に乗り入れを果たした。それ以降は アテラザー線と三山電気鉄道の乗り換え駅として大いに賑わいを見せたが、1974年11月、山形交通三山線となった旧三山電気鉄道は廃線となり、また静かな途中駅に戻ってしまった。今では三山電気鉄道を忍ばせるものは、わずかにホームの南西側に残る線路の後程度である。なお、山形交通時代の当駅の駅名看板は、 今でも合算この合算、水の文化館に展示されている。単式ホーム一面一線を有し、列車同士の行き違いができない地上駅。かつては相対式ホーム二面二線と切り欠き機、ホーム一線の計二面三線という構造で、現在は切り欠き機、ホームのあった駅舎側のホームが残されている。山形交通三山線はこの切り欠き機ホームに発着しており、 山形交通はアテラザー線ホーム側に乗り換え窓口を持っていたほか、外に向かっても独自の駅舎を持っていた。現在ではわずかにホームの南側に線路の跡のみが残っている。旧駅舎は1940年春工の木造建築だった。老朽化に伴い建て替えられ、2010年2月28日に新駅舎が完成した。新駅舎は 重要文化財に指定されている地元のジオン寺のイメージを取り入れたもので、鉄骨造り平屋建て37.1平方メートルとなっている。佐賀駅管理の無人見駅。2007年度の乗車人員は1日平均292人。当てら沢線の線路は西佐賀駅から北へ進み、当駅に着く直前で南側に進路を変えて、島橋駅に至っている。そのため、 わざわざ迂回をして、当駅を経由しているように見える。当駅から佐賀江川を渡った対岸には、名札寺音寺がある。ありがとうございます。